今回は、ラウドフェームを使って動画をアニメ化する方法について解説します。この動画を最後まで見ていただければ、このように通常の動画に映っている人物をアニメ化する方法を理解することができます。ぜひ、最後までご覧ください。まずは、ラウドフェームのサイトにアクセスします。サイトの URL は概要欄に貼っておきますので、そちらをご確認ください。サイトにアクセスしたら、 右上にあるサインアップボタンをクリックします。そして、メールアドレスとパスワードを入力します。メールアドレスとパスワードを入力したら、サインアップボタンをクリックします。そうすると、メールの認証用のメッセージが送信されます。そのため、入力したメールアドレスで、認証用のメッセージを受信します。このようなメールを受信したら、コンファームユアメールと書かれているリンクをクリックします。 これで、ラウドフェイムのサイトにログインすることができました。サイトにログインしたら、ビデオトゥアニメと書かれているリンクをクリックします。そうすると、このような画面に移動します。この画面が表示されたら、アニメ化させたい動画ファイルをこの部分にドラッグドロップします。今回は、このような動画をアップロードしておきました。アップロードした動画を再生します。今回は、 このように女性が踊っている動画をアニメ化させていきます。動画ファイルをアップロードしたら次に、スタイルを選択します。スタイルは、Choose Your Style の中から選択します。この解説では、アニメを選択しておきます。次に、生成する動画についての説明文を英語で入力します。今回は、踊っている女性という意味の英文を入力しておきました。これで、 動画を生成するための準備が整いました。それでは早速、動画を生成していきましょう。ジェネレートビデオ、と書かれているボタンをクリックします。そうすると、動画の生成処理が開始されます。動画の生成には数分程度かかります。しばらく待っていると、このような動画が生成されました。生成された動画を再生します。期待した通り、アップロードした動画がアニメ化されています。 生成された動画をダウンロードするには、動画の右下にあるドットのマークをクリックします。そして、表示されたメニューの中から、ダウンロードを選択します。これで生成された動画をパソコンに保存することができます。今後、改善されていくとは思いますが、今の段階では、このタイミングでダウンロードしないと後からダウンロードすることができないようです。なお、ラウドフェームは、無料で試せるのは5秒間だけです。 そのため、お試しで使ってみて、気に入ったら都度クレジットを購入するのもいいかもしれません。今回の解説は以上です。それではまた、別の動画で。